来ました。あ、チョップドサラダっていうのね。あ、チョップドサラダ専門店。うん、字は、スナップエンド。スナップエンド、はい。ドレッシングお願いします。ドレッシングめちゃないシグネチャーフレンチで。シグネチャーフレンチで、はい、ありがとうございます。じゃあレモネードが一つ。はい、レモネードを一つ、はい、ありがとうございます。すごい。すごい大盛りだね。これ一人分なの？全然食べやすそうです、ね。うん、チャーハンみたい。チャーハン。普通に美味しい。ハーブチキン。どの違うからチキンかな。通いたいね。うん、美味しかった。都会に来ました。でもさ、一番でかいビルタワーが見れないからさ。ここもでかい。でかい。ででーん。こっから見えないんだね、あれ。あ、都会だね。都会だよ。近いのに来たことがない笹島。生まれて初めて歩いてきた。前にね、ポンコツと来たけどね。うん、映画とかしか来ない。うん、あ、壁になった。人がゴミのようだ。人いないけどね。ゴミは人のようだ。いい匂いするお肉。わ、すごい。ここは1個下だったね。そうだね。どこからか。あんまりでもテーブルとかないね。撮り鉄です。撮り鉄めっちゃ景色いいじゃん。すごいね。そんな UFO 高くはない。え、高いよ。え、高いよ。いや、ビルだって考えたりすると高いよ。ツインビルはあって、すげえな。全然知らんかった、こんなとこ俺。じゃじゃーん。でかっ。これ音拾えるかな。うん、バイオっぽい階段。バイオハザードみたいな。
買いました。ナタデココ良いね。ヘタン。パンツ。うん。冷たい。冷たい。氷も入れてたからさ。そうだね。冷たい。じゃあ私も一口も。さっぱりしてる。歯に染みるぐらい冷たい。うん。でもなんか健康に良さそう。美味しい。うん、ナタデココだしね。うん。スタバのフラペチーノよりちょっと甘さ控えめで、うん、健康に良さげね。これ何？カエル風呂？ミルク風呂？カエルまんじゅうのミルク風呂？これがさ、食べたくて可愛いと、アイスコーヒーと抹茶オレ、抹茶オレとウイロ、ピンタワンね。カエル食べる？カエル食べるよ、それ丸ごと食べる。ミルク風呂、ミルク風呂のミルク、ちょっとこういうミルクなの。トロトロ、トロトロ、うん、アイスだ。溶けたアイスだな。沈むんじゃない？沈むこれ。ふん。お。これ自分でさ、取って食べなかったじゃない？持ってさ、埋めないで。埋めないで。うん。ね、事故。あげるわ。これ手で持ってこうやってつけて食べるやつだったんだね。そうなの？埋めちゃった。埋めないで。どうやって取り出すの？悲惨なカエルさん。桜？桜って撮ったの、店員さんが。とてもいいぞ。じゃん。にゃめらか。にゃめらか。で、こっちはなんだっけな、ブリニャンカステラプリン。ブリニャンカステラプリン、かわいい。これはママンゴーを食べるってこと？いや、どっちがいい？上にカステラが乗ってるプリンか。正直どっちでもいいよ。え、選んで。カステラ一口だけちょうだい。じゃあこっち。はい。わーい。カステラ、カステラ。カステラ。うん、カステラ。上の方だけこうやって食べちゃう。完全にただの生クリームだ。食べてみるといいね。知ってる今の感想、カステラしか言ってないからね。マジで。そりゃ生クリームだもん。生クリームが甘いのよ、これがまた甘い。うん、うまっ、うまっ。生クリームでこのカステラじゃない、下のカスタードプリン、うん、おいしい。じゃあちょっともらう。下のさ、この黄色いとこまで取ってさ、うん、しっかり食べてみる。下までブシュッて突き刺して、うん、すごいカロリーだ。お昼すごいヘルシーに食べた意味ないね。カステラプリンマジ定期的に食べたいな、これ。うまかった。